またこう入れ方雑ですね。うん。ってちゃんと入れましょうよ。入れるだけじゃないですか。オリキュフィンエース。ね。プロト。色的にはカズ釣りマスターかな。に仕上げてるつもりやけ。まあちょっと最初濡らして。1投目どっちに投げようかね。潮目ができそうですね。潮目に向かって手前ハエネがあるからね、ちょっと遠投気味に。昨日よりちょっと濁りが入っとるような感じがするね。お、なんや、今当たったぞ。一投目から。持ってた。おりゃ。ほら。よし、来た。このカラーは正解だということで。ありがとう。ん？当たらんね。違うのかな。ラインがピーッとまっすぐなった。当たりやと思ったけどね、全然手応えがなかったよ。よし、来た。今取った？リトリーブで探せたよ。もうね、5メーターぐらい先までね、水深がね、1メーターもないからね、ゆっくりリトリーブしながら根掛かりをしないように水平移動で抱かせて、追ってきたやつを抱かせたです。はい、フィンエースプロトね、こう釣れたのはまあ正解かなと。でチェックするところ、このかかりどころです。針のかかりどころ。おお、足の根元にいっぱいかかっとるでしょ。これもうね、この液がこのイカからすると超ストライクの餌だということが証明されたかかり方ですね。このかかり見るとこの液はこのカラーは正解だということです。ありがとう。じゃあリリース。バイバイ。よし、カラーチェンジ。さっきね、ブルーヤコウのボイルで釣れたから、これも同じブルーヤコウで、赤をブルーに変えただけ。ボディは共通。まあブルーヤコウがいいのかなという判断でもう一回。まあたまたま最初ね、手に取ったのがブルーヤコで、まあアピール系のカラーで探って一杯釣れたからで、あのかかりを見ると、まああの赤色が気に入ったのかブルーヤコが気に入ったのかっていう確認が、まあ今2通りで、どっちの方向で行くかっていうところで、今ブルーヤコの違う色を選んだ。これで釣れなかったら今度は赤系のボディの色を変えたタイプでこう攻めて、その今の時間帯で一番何が効いてるのかっていうのをさらに細かくチェックしていく。うん、ああ、場所の方から天気の、まずはね、
あのイカがいるかいないかの状況を、まあ、サーチ的な感じで探りたいんであのカラーをチョイスしたっていうところある。あのカラー自体がサーチにも向いたカラーで、なおかつ食わせにも性能を持たした色なん、両方性能を持ってる色なんよね。だからサーチ的にはもってこいやし、なおかつ活性のイカも抱かせる性能も持ってるんで、まあベストなカラーだと思う。うん、まずは、うん、1投目はああいう感じでちょっと派手めの夜行系のボディで派手めの色で、であれでもし抱かなかったら次はもう軽ムラに変えたり、夜行でもちょっとオリーブとかブラウンとか暗めの色に変えてチェックしていって、それでも食わなかったらちょっとリアルカラーに変えたりとか。地形的にね、浅くて岩がゴロゴロしてて釣りにくいけん、できるだけこうしゃくりはね、こういうところはあの小さめに小刻みにしゃくってロッドを高く持ち上げて操作してやるといい場所ですね。あんまり沈ませたら今みたいにこう根に当たって擦ってるんで、エギがアオリイカって流れのスピードに逆らって泳いでることはあんまりないんで、この流れのスピードで同じスピードでこうな流れて泳いでくるんですよね。お、来た。あ、違う、根がかり。流れと同じスピードでアオリイカも泳いでくるんで、その流れが速ければ速いほど難しく、エギにヒットさせることが難しくなります。お、カンナが伸びと、根がかり、カンナ伸びとでしょ、根がかって伸びたんで、これを元に戻してやる。これはね、もしこう今伸びない針使ってたら多分ほんまは根がかって引っ張ってラインが切れるパターンですけど、トリックフックなんで、ちゃんとねシステムをねしっかり組んでやれば、リーダーと PE をこうやってね針が伸びて回収できる優れものの針です。ロストしにくいね、そんなにエギもね安いものじゃないんで、できるだけね回収はしたいですよね。なんか来そうな感じがするんやけどな。右側に根があるやろ、はい、この根の境目、こういうところは非常にポイント。これがテトラでも一緒、雰囲気は良さそうやけどね、イカがねこのタイミングでいないね。ここにもおらんか、いいところを通したんやけどね。ここに来ると行きやもん。ああ。まだ何時どうと思ってるの？うん。週3、週4は小森やけど。大変よ、お前。小森でかけてどこも遊びにも行けんぞ。どう思うや。今ちょうどよかったじゃないですか。あ、今ちょうどよかったじゃないですか。でもう小森がなくなったらもう遊びすぎでしょ。まあまあまあそうけどね。で超がっつりだき、これでもないかっていうぐらいがっつり、いいとこかかってますね。いいとこかかっとうよ、もう思いっきりエギ持ってた。思いっきり。はい、場所移動。ちょっとね流れが速すぎたんで
流れを遮るというか、ちょっとワンド流れがこう回る場所、こういうとこイカ大好きなんで、やっぱりね1投目はちょっとアピール系のカラーに変えたいですよね。夜光ボディのピンク、うん、これもね、まあ下地もう頭だけ金テープが入ってて、もうボディはもう下地が全くない透き通った夜光ボディ、こういうね下地があんまりないカラーっていうのは、まあもろにこのボディの素材が生かされると同時に、食わせの性能も非常に高い色なんで、まあサーチ的なものにはもってこいだし、同時に活性のイカも確率を上げて抱かす。私はこう下地があるなしで使い分けてます。下地が前面に下地がある色ってフラッシングが当然最強に強いんで、まあ濁りが多い時とか強い時とか、あとシルエットもはっきりするんですね、赤テープとかね紫とか、まあ濁りにも効くし、当然夜まずめから夜にも下全面下地っていうのは効果的なんで、そういう時そういう状況では使うんですけど、日中の場合はあまり下地がない色を私は使います。やっぱり日中は下地がない方が実績が高いですね、今までの経験上。ゼブラ下地か全くないか。おっ来た、あバレた、今当たったよ、小さいやね多分。あーいっぱいおる、追っかけてきた、あー抱かない、あ2杯、あ来た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 、あ持てた、おりゃほら来た来た来た、ちょっと小さいけどね、ずっと同じ距離でこう出てきて、もう足元まで来たんで、そこの岩の上にねエギを置いたんですよ。ずっと置いてたらどんどん距離が近づいてきたんで、もうそのまま放置。よし、まあまああるんじゃないこれ。嬉しいね。まあほらかかりもね根元やろ。本当だ。まあここにかかってるってことは横抱き今した証拠だよね。かかり具合でどういう角度から抱いてきたっていうのもよく分かる。これは完全に横抱きでかけたパターン。ああ、いろいろあるんだけど、そういったね聞かれることをねできるだけムービーで分かりやすく答えたいなっていうね、一人一人説明するのも限界があるけん、うん、そういうところをまとめて、だからそういうイベントに行ってお客さんの声を聞くというのはすごく俺にとってありがたいし勉強になるし、そういった分からないことを分かりやすくすることも俺の仕事やけん、やっぱね釣りって感覚の部分が非常に多いんで、その感覚っていうのは人それぞれで違うけん、言葉で言ってもね難しい部分あるんで、実際こう旅しながらやってね映像で見せて言葉にして言えばもっと分かりやすくなるかなと。ああ、でそういうね疑問のことを解消した商品にもつながってくるんで、そういう問題を解消したのがこの商品ですってなったらね説得力もあるし、それで聴覚も上がればなおさらいいし。それはもう自分で開発しようぜ、みんなも応援してやって、できればいいねも押してやって、よろしくね。